ロシュ城は、フランスのロワール渓谷、アンイコールエイコールロワール県ロシュにある城である。岩山のせり出した先端に築城された中世の城で、他の優雅なロワールの城に比べ、無骨な印象を与える。中世を通じて、常に戦略的に重要な地位を占め、シャルル7世の即位前の居城であったことで有名である。城のテラスや鳥出からの眺めはかなり良い。 ロシュ城8世紀に、シャルル・マルテルの息子がこの地で戦った記録が残るほど、歴史は古い。ベリー、トゥーレーヌ、ポアトゥといった領地の境界に位置したことから、所有をめぐる争いが絶えなかった。ルイ9世が、フランス王家の所領とした。最も有名な歴史上の出来事として、1429年オルレアンを解放したジャンヌ・ダルクが、王太子、シャルルの住んでいた、この城に駆けつけ、 大井継承を戸惑っていた、彼に即位を決意させた、という史実が挙げられる。城内には、この越見の行われた間が、今も残っている。この後シャルルは、ランスにて退官し、フランスをシャルル7世となったが、次第に、ジャンヌ・ダルクをうとんじ、ルーアンで、彼女が、イングランド軍の捕虜となった際には見殺しにしてしまう。上から見た、ロシュの町と城その後、シャルル7世は、 惚れ込んだ愛称アニエス・ソレルに、このシュ城を指定として与えた。アニエス・ソレルは、王の後ろ盾をもとに、大いに牽制を振るったが、周囲の反感を招き、毒殺の浮き目に遭う。その後、ロシュの町は、トゥール、シノンと並ぶ格式を誇った時期もあったものの、ルネサンス期以降は、急速に衰退する。上官は100年戦争の頃に築かれ、戦闘用の建築に、 火炎式ゴシック様式の装飾が加わる。鳥でも戦闘用の重厚なロマネスク様式。今も36メートルの高さを誇る、怪異な建造物である。サントゥルス三次会協会は完成までに長い時間を要したため11から12世紀のロマネスク、ゴシック様式が混在しており、二つの時代の建築が融合を楽しむことができる。正面入り口の再式された。 豪華な装飾アーチは見応えがある。ありがとうございます。